さて時は遡ることは、鎌倉幕府は第三代将軍源実朝殿は、父は初代将軍頼朝、母は北条政子、幼名は千幡、建仁三年1203年外戚北条氏に配された、兄頼家に代わって将軍に就任、右大臣正二位に至ったが、鶴岡八幡宮での拝賀式の最中、お日にあたる頼家の愛人公暁によって暗殺され、源氏将軍は三代で耐えた。実朝は京都の貴族文化や文学を愛し、大門信清の娘を妻とした。早くから作家に親しみ、家臣を通じて藤原の定家の指導を受けた。定家の家論書近代集家が実朝に進献されている。天性の歌人で、歌集近海和歌集や万葉集の作品は特に優れており、後世鴨の馬淵、正岡子規、斎藤茂吉らが激賞している。1219年上久元年1月の27日、享年28歳にてご入滅なされました。重ねては鎌倉時代は前期の僧、公暁殿は二代将軍源の頼家の第三男、与戸は三浦義村、父の持つ子鶴岡八幡宮寺別当、孫行の弟子となり落尺して公暁と称した。上洛して御成寺での修行の後、1217年元宝5年、鶴岡八幡宮寺別当に迎えられた。三代将軍宿父実朝は父の仇とそそのかされ、1219年上久元年1月、鶴岡八幡宮寺で行われる実朝の右大臣拝賀式での機会を狙い、実朝を視察、自ら将軍たらんとして江の島三浦義村に援助を請うたが、逆に三浦氏以下人の長尾貞景によって中殺された。古来より実朝暗殺の黒幕をめぐって諸説あるが、真相は不明。1219年上久元年1月の27日、享年20歳にて夭折なされました。重ねては平安後期から鎌倉時代は真言宗の僧、享延上人は鎮西豊国の出身、法名は全冠寺名と号した。大和吉野山の行人より真言密教広沢流を自号した。さらに今後王院流も治め、大和三輪山の平等寺を復興、三輪上人と称された。三輪流神道の創始者、両部神道思想を確立。天保5年上賀茂神社北西に京都三高坊の一つ人工院を改装した。1223年上皇2年1月の27日、後年84歳にてご宣言なされました。重ねては鎌倉時代の次宗の僧、新教上人は遊行上人第二世、他阿弥陀仏と称した。出身は豊後の国、または京都とも。1276年建治2年、鎮西豊の国において無名時代の一辺自身の門に入り、その遊行開国に付き従った。89年昭和2年一辺の宣言に伴い、人々に推されて後継者となり、さらに16年間の遊行を続けた。この間寺院道場の建立や信者の獲得、組織の整備に努め、自習教団の確立に大いに貢献した。その活動地域は主に関東中部北陸であった。1304年加元2年、相模の国東間に無料工事を創建してここに始終した。1319年文保3年1月の27日、享年83歳にてご自宅をなされました。
まさねては戦国時代の臨済宗の前僧大林曹洞禅師は京都の出身、属性は藤原氏、天龍寺の宿賢修験のもとで出家、大徳寺の統計草木に学ぶ、後古学草稿の法を継ぎ、天文五年第90世大徳寺住持となる。弘治2年三好長慶に招かれ、泉の国は南宋寺の開山となる。竹の女王をはじめ北向き道鎮浅井の増水千利休津田宗牛など堺衆を多数供給した。1568年永禄11年1月の27日、享年89歳にてご自宅なされました。仏号後なら天皇から仏印延昇禅師を、扇町天皇からは昇格普通国士の志望が送られた。されては江戸時代は前中期の御用絵師、加納常信殿は京都の出身、通称は右近、志望は楊木または古川荘などをした。平安3年1650年父の後を継ぐ。御用昇益が制作に参加、宝永年間には加納派の最高指導者として神殿の献上の障子を描く。宝永6年法院に小引町加納家流星の基礎を固めた。作品に法王図屏風、常信縮図などを描いた。1713年聖徳3年1月の27日、享年78歳にてご入滅なされました。重ねては江戸時代は前中期の神道家、跡部義昭殿は江戸の出身、通称は宮内、死亡は後悔または十女祭などと合した。幕臣山崎安西の水下神道を扇町金道に、儒学を佐藤直方浅見掲載に学ぶ。安西の真珠一致の説を信奉し、また水下文書の刊行などにより安西学の発展と普及に努めた。著作には南山編年録、新大館混沌荘などを表した。1729年享保14年1月の27日、72歳にてご帰依なされました。重ねては明治から昭和期の皇族、国宮国吉親王は京都の出身、国宮朝彦親王の第三皇子、本名は吉宮別称国吉を、兄茅野宮国の利用が病弱なため、明治20年国の宮を継承、皇族として初めて陸軍士官学校陸軍大学校を卒業、以後陸軍に所属、日露戦争出征、旅団長師団長を歴任し、大正12年大将に進み、皇居の祭祀元帥府に列せられた。明治32年島津忠義公の第7条千佳子姫と結婚、三皇子三皇女を設けられ、第一皇女長子女王は昭和天皇の皇后になられた。1929年昭和4年1月の27日、享年57歳にて皇居なされました。重ねては明治から昭和期の実業家、政治家の大口喜六殿は愛知県の出身、沖縄さんと合した。明治16年1883年13歳で家業の薬種所を継ぐ。23年帝国大学薬学科専科を卒業、薬用植物学製薬学を専攻。28年豊橋町会議員、31年豊橋町長、32年愛知県会議員の後、40年初代豊橋市長に就任、45年衆議院議員当選、
立憲国民党革新クラブ立憲政友会を得て、戦後は日本自由党に所属。昭和2年1921年田中義一内閣において大蔵政務次官に就任。この間東京化学工業、豊橋電機、矢作水力などの取締役も務めた。1951年昭和32年1月の27日、当年88歳にてご入滅なされました。重ねては明治から昭和時代、柔道の神様と呼ばれた三船久蔵殿は岩手県の出身、慶応大学を中退。1903年明治36年高等官に入門。翌年初段に、小兵ながら俊敏、立ち技に優れ三船の空気投げと言われた墨落としや大車などを得意技とした。1923年大正12年、7段で高等官指南役に選ばれ、45年昭和20年柔道10段、49年高等官指導常任相談役、61年長年柔道の教育指導普及発展に貢献した功績により文化功労者として選ばれた。1965年昭和40年1月の27日、享年81歳にてご入滅なされました。本日の御期日をお迎えになられました歴史の陰に隠された名もなきすべての先事尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。